い、どうぞ。もうお尻の位置安定してきたね。赤いラインに注目してください。いいじゃないですか。戻るの、それからお尻が左に出てないとできないよね。そしたら楽にできませんかね。キレ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 、はいはい、力抜いてグニャグニャしながら、ほら、これ出過ぎたよ、出過ぎたよ、出過ぎたよ、はいはい、もう中心はそこだよ、はいはいはい、戻る時も体は起こして、起こして起こして起こして、そのまんま、お手がまた横になっちゃう癖で、だ手横にしたらやりにくいんだよ。あ、なんか変なことやっちゃうんだよな。どう、その後前で出過ぎちゃうでしょ。だから自分で変なやり方して出にくくしたり何かやってんだよな、きっと。いいじゃない。いいじゃない。はい、OK。おお、綺麗ですね。おお。ふにゃ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 、はい、ふにゃ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 、ひ、膝が前行き過ぎてるよ。それやってみる、試しに。もう突っ込んじゃうよ絶対。ふにゃ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 、どう？だから余計な力入れてるわけだ。ふにゃ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 、力抜いて力抜いて、バランスのことだけ考えて、バランスのことだけ考えて、ふにゃ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 、いいじゃない。すごい綺麗だよ。どう、実際乗ってみて。自分が怖い、前に落ちるんじゃないか、怖いぐらい前に出てる感じがして、それ多分結構力を、力入ってた。自分前に落っこっちゃうんじゃないかっていうぐらい。だけどバランスってそのくらいだよね。でもすごい体は楽なんですよ。その気持ち的には怖いだけで、うん、こうスッといくんですけど、うん、やってみるとっていう感じがします。高野君もそう？そうですね、俺が実際あの 水上に入った時に、うん、行かせるようにしたいですね。かっこいい、素晴らしいコメントでした。